船原古墳船元古墳は福岡県古河市にある古墳。2016年10月3日に古河市では初となる国の史跡に指定された。6世紀末から7世紀初頭に造営されたと推測されている前方後円墳である。現存部の長さは37.4メートルで復元した全長は45メートル以上と推測される。中央に 緑色のガラス玉がはめ込まれた辻金具と国内では初のシャンデリア上の混同性バグ装飾、金属製武器などが出土した。バグの豪華さは奈良県の国宝富士の木古墳の出土品クラスに匹敵するとされる。国内では初となる玉虫装飾の行用など貴重な出土品も確認された。1995年に 農地改良のための造成中に発見された。その後、2012年に、補助整備事業の際に発掘調査を実施し、翌2013年3月末に、混同性、鉄製のバグなどの異物が多数埋納されていることが明らかになったため、同年度から2015年度まで、発掘調査を継続して実施した。発掘終了後に石質、石室、 異物前の方向ともに塞がれたため内部は見学できない。2018年4月に古墳に隣接して広場と駐車場が設けられており、外観の見学が可能である。公共交通利用の場合は、小賀駅より西鉄バス一番乗車、谷山バス停がもより、ありがとうございます。